するときさ、はい、あのズボンどうしてるのみんなあれ。和式。ちょっとあの、お食事中の方すいませんって感じ。それは本当すいません。うん、和式っすか。俺あの下ろしてできへんの。全部脱いでるってこと。いや片方脱いで右足にあの体抱えてズボンを。そんな人います？みんなどうやってんのよ。下げるじゃないですか。はいどうも。はいどうも。今日はあの、まあ、今リハビリ中なんで左肩をリハビリしに今日撮影がちょっと31なんですけど。そうね、大晦日ですね。そう、普通のとこはやってないんですけど、いつもリハビリしてもらってる先生のとこにリハビリしに今日も治療ということで。そうです。ちょっとあの監督の方からリハビリ動画も見たいという指摘があったんで。あ、リクエストあったんすか。あったんですか。なんでちょっとリハビリ風景を見ます。見ます。見ましょう。見ましょう。あ、撮ります。あ、撮りましょう。じゃあちょっと着替えるんで。着替えの方に、はい、行ってきます。ということで着替えてきましたけど、着替え終わったんでリハビリ行ってもらいます。治療の方をしてもらいましょう。はい、はい、どうも。お願いします。お願いします。ちなみに先生はね、今井さんの左肩の状態って断裂でしたっけ。もう断裂ですね。もう断裂でひどくてね、もう完全に切れてたんですか。完全に切れてたっていう話ですよ。へー、8割な。8割、8割切れてたんですか。そう、まだ完全じゃないですか。え、8割って結構ですよね。でもまあほぼほぼ、あ、もうほぼプッチンっていくぐらいの。まあプッチンともうちょっと皮一枚つながってるかなぐらいで、まあ痛かっただろうなと。まあでもアドレナリンで、あ、なんとか、そう、痛みをあんま感じなかったってことですか。だから練習の時はちょっと痛いと言ったよね。私生活って痛くなかったですか。微妙に私生活っていうか、ちょっとなんか探しますね。はい、腕立てとかはもうできんようになっちゃったから。今井さん練習後にウエットしてましたよね。そうそうそう、痛いって言いながら。いやでも あの時痛くなかったですか。いや痛かったんやけど治ると思うやん普通は。あ、言ってましたね。時間が経てばずっと治らへんから。そしたらもう8割切れてた。切れてたね。どれでしたっけ。10月17日か。僕の場合は今が12月の31日。今31で思い出したけど、今31日リハビリ、そうですね、治療の方をしていただいてしてもらってるんよ。そのとこは多分閉まってるから。そうですね、年末年始は普通閉まってますね。そう、うちは絶賛営業中ですね。おはようございます。ありがとうございます。当然あのなんか大好きな今井選手の盾のお願いなのであの開けさせてもらいました。当然臨機応援に対応していただけるという、はい、そうですね。そこが売りですね。私は夜もやってるんですよね。夜もやってます。夜がほとんどですかね。なんか高校生とか大学生とか練習終わった後に治療したい人ってやっぱ、そうですね、多いですね。多いけどやっぱ閉まってたら、はい、なんか他の接骨院さん、鍼灸院さんだと打ってきますね。はい、お願いします。あのやっぱり8時ぐらいで受付終了して、はいはい、終わるところが、はいはい、ほとんどなんですけど、うちは逆にそういうスポーツ専門でやってるので、そういった選手たちが来れる鍼灸院であり接骨院なので、はい、まあ、そういった子たちを対応してあげたいなっていう思いで会員させてもらってますね。うん、選手たちに優しい。そうですね、接骨院ですね。これからの子たちスポーツ界を背負っていかなくちゃいけない人たちばっかなので、うん、まあ、ぜひそういった子たちにアドバイスなり治療なり少し、ね、あーし、いえ、あ、ずっしりいけます。力になればなと思ってます。そうですね、練習抜けずに来れるっていうのがいいっすよね。そうですね、なかなかやっぱそういうこともちょっと考えてあげると、いや今日部活中に監督さんに、もしくは指導士さんに行ってきますって言うと多いっていう話になると思うので、うん、できれば活動が終わってから来れる時間帯に開けてあげたいなと思ってます。そうですね、それ本当にありがたいですもんね。本当行けなくて我慢してひどくなるっていうパターンもありますよ。本当に数多くそういう選手を見てきたので。俺やん。今井さんは我慢してるっていうか勝手に治るだろうって思っててひどくなったパターンですよ。これって、はい、もし早く治療行ってたらするじゃないですか、はいはい、でも切れてたらもうどうしようもないですよね実際。まあ、外傷というか突発性に起きたことはさすがにだし針だろうが、なんだろう、それはちょっと難しいそうなので、はい、ですよね。もうそれやったら、うん、人体切れたら治そうと思ったら手術しかないですか。切れ方によるかなと。今井選手みたいにもうほぼほぼ切れてしまってるものだと手術した方がプレー復帰はしやすいというか、うん、痛いままやってもって、まあ、それはもう状況によると思うんですけど、はい、8割切れてたら自然治癒じゃほとんど無理ですよね。しかもプレーしながらっていうのはなかなか治る方向にはうまく働かないかなとは思いますね。左腕だから
取る方じゃないですか。高めの球来て思いっきり伸びて取ったりしたら肩に負担すごい。そうです。その時は痛かったですか？痛かったです。しかもファーストとかやりだしたからさ。あ、ファーストだと余計にしんどいですね。はい、いきますね。また使ったら教えてください。今から応急、応急ですね。ですね。患部温めて血流を良くして、はい、あの疲労物質であったりとか、早く血流のして流すっていうことと、まあ、あとは熱の刺激であの鎮痛効果っていうのもあるので、まあ、それを流してますね。はい、今井さんも寝る3秒前ぐらいの顔してますけど全然寝てない。気持ちいいですか？気持ちいいよね。はい、なんかね、あったかいんで気持ちいいです。寝そう、寝る寸前ですね、本当に。うん、暑さ感じれば感じるほど良くなってるってことですかね。そうですね。痛みとかそういうのがあの普通に戻ってると熱感感じるのってすごい早いですよ。うん、こういう感じです。いい感じです。ちなみに今井さん、針打たれた時に痛ぇって言ってましたけど、痛ぇっていう言葉よりもドーンってくる。いや、ズキュンやね。あ、ズキュンっすか。うん、たまに先生は針でなんかね、こう痛めてる筋肉を直接ピン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 で、こうやるんや、抜くときに。ああ、刺激与えてる感じで。多分後でその技出ると思う。技っすか。技、弱卓って言います。弱、あ、そういう名前あるんすか。あるんすね。前あるな、弱卓。弱卓っていうの抜き刺す、抜き刺しするの弱卓。弱卓ちょっと僕苦手かもしれない。スズメが、はい、あのこうって餌をつついてるのをこうちょこちょこやるんで弱卓。弱卓得意技っすよね。いや、あの誰でもやってる。あ、マジっすか。新旧市の皆さんはおーおーっていうあのリアクションが取ってくれると思うんですよ。共感してると思います。はいはい、針に絶対的信頼を置いてるから結構やるんですけど、はいはい、苦手な人多分めっちゃ苦手っすよね。これ苦手な人は本当嫌がりますもんね。注射が嫌いであったりだとか、うん、そういう方もいらっしゃいますし、うん、でも一回ね、そういう経験をするともう針、ね、いいなと思うから。なりますよね。そうそう、すごいんで、まあ、最初の針ってすごい大事なんですけど、まあ、僕らも別にその痛みを出す刺激を一回出すことじゃなくて、なんかその、まあ、技術力があるかどうかなと思うので、その痛みの差し方で、まあ、ただそれでもやっぱり多少なりとも肌に傷をつける作業なので、痛みっていうのは放射に出ますし、うん、あの注射と違うのはやっぱりあの針は細いので、うん、本当髪の毛より細い太さの針になっているので、はい、そこまで痛みっていうのは本当に注射打つよりは刺激は少ないですね。うん、でもズキュンってくるとこまで、もういつも今井選手のハートを僕は射抜いてる。針で、ね、ハートではないです。ハートではなかった。ハートではない。針で射抜いてますね。うん、今井さん今針に絶大の信頼を置いてるって言ってましたけど、そうそう、うん、僕も針に絶大の信頼を置いてます。お前も、はい、でもやってんの見たことないな。いや、ありました。やってた。やってました、やってました。あの肉離れした時に、あ、ね、その初日に針打ったんですよ。肉離れとかマジでやった方がいいよな。やった方がいいですね。しかも帰ってきて前屈した時に確か膝まで行かなかったんですよ、うん、で針してもらってすねぐらいまで行って初めての針だったんですけど、めちゃめちゃ感動しました。そこから針の治療に絶大の信頼を、うん、そういった経験が大事ですね。やっぱそうですね、うん、やっぱいい成功体験というか、うん、そういうのがあると、そこから本当にちょっとここ痛いなと思ったらすぐ針打ちようになりました。なんでそうやって自分がこうしたらあのコンディションが良くなるであったりだとか、まあ、そういうのをあの自分で選べる選手っていうのはやっぱり息が長いですよね。怪我になってからもうどうしようもないんじゃなくて、怪我する前からそういったコンディションを自分であの分かってて、はい、でそれに対して例えば今回今針の話なので、その針がいいなと思ってそういう風にあの通ってくれたりとか、はい、ということでやっぱいい選手、怪我しない選手にはなってくんじゃないかなと。危機管理というところですか。自己管理ですね。自己管理、うん、じゃあ入れてきますね。電気お願いします。じゃあ上から順番に入れていきます。今から針に電気を流すということで入れていきます。よし、あの、あのお言葉いただいてます。じゃあ外しますね。はい、はい、どうも。あ、お願いします。もしかしてあの何でしたっけ。着脱。僕の苦手な着弾
着何でしたっけ、カッピング、スズ、いや、スズメの着託、着託着託は、あの、ね、年末なんでなしでいいですか、着託なし年末だから、だから、はい、ちょっともうお年玉的な感じ、優しくしてもらって、優しくしてほしいんですか、はい、今井選手、敏感さんなんですよ。もうあれ、あれで敏感じゃない人いるんですか。いや、まあ、それも好きな人はもっとあの太い針というか、やばい、あの刺激量が、あの望まれてる方も、いらっしゃるので、それ店変わってません、でもあのそういったあの刺激を求めてくる方も、あ、うちにはいないですけど、僕そんなにあの刺激を入れようとは思ってないので、はい、いや先生入ってますよ、刺激だいぶ入ってますか、はい、あ、すいません、じゃ刺激あった方が効いてるなんてなりません、え、じゃそのレベルじゃないじゃないですか、はい、抜いていきます、あ、です、優しくね、優しく年末なんで、年末なんですね、もう年越しなんで、あれ誰やったっけな、よう手術したなって言われたの、誰かに言われたの、手術するときにあの病院の先生にも年齢的にね、ああ、はいはいはい、じゃあ今井さんいつも、はい、いつもカーリングでしたっけ、カーリング違いますね、カッピング、カッピングです、ね、あ、カッピング、背中の上で滑らないそうですよね、え、はい、どうも、今流行りの、流行りの、これはどういうあれがあるんですか、血流を、おお、あの、よくしてるんですよ、はい、あ、吸引で変えれる、吸引で、あの、硬い皮膚のところからこう、つまんでこうやって持ち上げることで、はい、血液の流れを良くしましょう、あ、はいはい、まあ、さ、終わると気持ちいいですよね、これ、はい、もうすごい、はい、どうも、全然で、ちょっと悪いところは、あの色が出てくれるといいかな、こういう感じ、この短時間でそんな色出るんですね、まあ今日はそんなに刺激弱めなんで、うん、いつはもうちょっと色が出ますね、うん、そこういう色が悪いところに、あの血の流れが良くなくて、そこを引っ張ってあげて血液の流れを良くしましょうと、あ、まあ、これにいつもやってるやつだと、今井選手だとこうクリーム、マッサージクリーム塗って、うん、今のカッピング吸わしといて、マッサージをして、あのこう筋肉を緩めましょうっていうことをやってます。今日はやらないけどね、はい、年末なんで、年末なんで、多分あと10時間ぐらいで年越しなんで、はい、うまい、はい、じゃあ向き変えましょう、はい、上向きで寝そう、寝ないでくださいよ、はい、今井さん寝か近い眠い、頭普通に洗うやん、風呂入ったら、はい、それができへんの、腕上がらんから、あ、頭洗ってないってことですか、洗っとるわ、洗ってます、片手で、あ、片手で、うん、今から前側の、前側のところをやっていくのと、あとはやっぱそこの動きがあの悪くて、他のところであのかかったりするんで、はい、そうするとそういった部分もあの関連するところも硬くなったりとかするので、はい、合わせてそういうところも関連しているところはやります、これが手術当て、どこすか、あ、ここすか、インコ、この2個あるし、ハの字というか、そうです、もっとなんかでかいかなと思って、手術だと、そうですね、自分も今言われて、うん、分からんすもんね、あんまり分かんない、センチちょっと内視鏡で細い管を中に通してあのオペをする、怖っ、うん、するんですけど、手術痕も小さくて、はい、あの、まあ、今井選手とかその手術される方の負担は少ない手術ですね、痛めてるところっていう、そこに針打たれるとドーンってきますもんね、あ、はい、どうも、先生がこの仕事を始めようと思ったきっかけっていうのは、きっかけはあの僕も高校野球、高校まで野球やってたので、はい、まあ、あのその時に、まあ、恩師からこう首を切られたわけですよね、はい、
でも野球やってられないと、はい、まあ、理不尽が当たり前な世界なので、はい、でそこでそんな理不尽な選手を救ってあげたいなって思って、はい、こう人を支える仕事をしたいなというところからこういう、まあ、スポーツで関わっていきたいし、はい、っていうところからの入りですね。ああ、そうなんですね、はい、大学まで野球やるつもりだったんですよ。あ、そうだったんですか。愛知県の某大学の野球部にはでやろうやりたいなとは思ったんですけど、やっぱりどうしても人を支える仕事がしたいなと思って足を踏み入れてしまいましたね。しまったんですね。しまいましたね。今俺はもうね20年になるかなっていうところなので。ああ、はいはい、長いですね。目指した時から18からなんで、はい、18からもう18からもやりたくて大学行ったりとか専門学校行ったりとか、はい、うん、っていう形で過ごしてきてもうねっていう年月経ってますけど、でもこの勉強ってやっぱもう大変ですよ。もう大変なんで、もう常に勉強ですよ。もう昔の話は通じない、常に新しい情報が入ってくるので、はいはい、はい、やっぱあれですか、経験ってやっぱ大事ですか。経験大事ですね、本当に。こうやってまた今井選手みたいな選手をこう治療なりリハビリのお手伝いさせてもらって、僕の経験値も上がるし、うん、はい、またその経験を今度来た選手に対しても還元できる、僕も成長だし、うん、選手を通して勉強させてもらってますね。そう、Thank you.